ドリームチェイサーはシエラネバダコーポレーションによって開発されている宇宙船である。ドリームチェイサーはもともと有人宇宙船として2人から7人の乗員を低軌道へ運び帰還させるために計画された。2016年現在は無人の補給船としての運用が想定されている。アトラス V ロケットの上に搭載して垂直状態で打ち上げられ滑空帰還して 通常の滑走路へ着陸する。スペースシャトルの約1、3のサイズの機体で30回の再使用が可能となる予定である。ドリームチェイサーは NASA のビジョン4スペースエクスプロレーションと後の商業、軌道輸送サービス計画に交応してスプスデブ社により2004年9月20日に発表された。しかし、コッツ計画のフェーズ一でドリームチェイサーは採用されなかったため、 スプスデブの創業者のジェームス・ベンソンは、スプスデブの会長を辞任し、ドリームチェイサーを開発するために、ベンソン・スペース・カンパニーを創業した。2007年4月、スプスデブは、ユナイテッドローンチ・アライアンスとアトラス V ロケットを、ドリームチェイサーの打ち上げに使用するために協力する、ことを発表した。2008年12月、スプスデブはシエラ・ネーバダ・コーポレーションに買収された。 2010年2月1日、SNC は NASA から国際宇宙ステーションへの乗員輸送を担う商業乗員輸送開発の下で2000万ドルをドリームチェイサーの開発費として獲得した。総額5000万ドルのシーシディル計画の中でドリームチェイサーの獲得金額は予算の最大の比率を占めていた。2010年10月、SNC は NASA のシシディル計画において2つの重要な マイルストーンに達したと発表した。一つ目は1日に3回ハイブリッドロケット推進機の燃焼に成功したこと。二つ目はドリームチェイサーの複合材構造を製造するために必要なジグが揃ったことであった。2013年8月には地上活走試験に続きヘリコプターから吊り下げての搭載飛行試験が行われた。この当時のスケジュールでは2年以内に 初の宇宙飛行を実施としていた。2013年10月、カルフォルニア州でヘリコプターからの投下による初の無人滑空飛行テストが行われ、滑空は順調に行われたものの、着陸時に左車輪が出ずに着陸、機体が破損する。しかしこの着陸足は滑空飛行試験用として、海マイナス5、e、タイガータ闘の着陸を流用したものであったため、 宇宙飛行用の設計とは異なっていた。このため、このトラブル自体は問題ないとして、この滑空飛行試験の目的は達成したとされた。2014年1月、SNC 社は2016年11月に初の軌道飛行を行う予定であるとのアナウンスを行った。7月23日には、日本の宇宙航空研究開発機構と、 ドリームチェイサー開発の協力に関する了解覚え書きを締結したとも発表。JAXA 広報部から将来の技術協力に向けた話し合いを開始する段階であるとの声明が出されるなどした。しかし、同年9月16日、NASA は C シディルの第4ラウンドにあたるクトカーアッププログラムへの参加企業として、ボーイング社とスペース X 社の2社を選んだことを発表し、 ドリームチェイサーは不採用に終わった。後に明らかになった NASA の内部メモによるとドリームチェイサーはスペース X のドラゴンには劣るもののボーイングの CST-100 よりは低コストと評価されていたが開発スケジュールの不確実性が高いことが問題視された。クトカープ契約選定に敗れた後 SNC 社は選定結果の内容に不服だとして 異議申し立てを行っている。NASA が2014年9月26日に発表した ISSA の商業輸送契約 CRS2 にもドリームチェーサーの無人型で入札する意向であることを表明している。また9月30日にはドリームチェーサーのグローバルプロジェクトを発表した。これはドリームチェーサーをベースにした有人宇宙機を ターンキー方式で顧客に提供するというプロジェクトで、機体は顧客のミッション要求に応じてカスタマイズ可能。有人機か無人機の選択も可能で、一回だけのミッションでも複数ミッション用にでも合わせられる。対応するロケットも選択可能。同時に、ストラトローンチシステムズの打ち上げシステムを使って、低周回軌道へ3人乗りの有人機を投入する。 設計を進めていることも発表した。この宇宙機はドリームチェイサーを小型化した機体になる。この機体を無人機にすることも可能で小型の貨物輸送機や科学実験にも使うことができる。2016年1月14日、NASA は CRS-2 において CRS-1 で選定されていたスペース X 社とオービタルアッテック社に加え、 SNC のドリームチェイサーを選定したことを発表した。CRS-2 ではドリームチェイサーカーゴシステムと名付けられた補給線形の機体の使用が予定されている。ドリームチェイサー開発のベースとなった HL-20 の実物、大模型スペースプレーンと呼ばれた原型機の概念は1台のハイブリッドロケットエンジンで地上から垂直に打ち上げられる形式だった。 現在の計画では、有人対応型のアトラス V412 を使うロケットを使用して打ち上げる予定であるが、無人型であれば、他のロケットでの打ち上げも可能な設定である。6人の乗員と貨物を国際宇宙ステーションのような周回軌道へ投入される。宇宙船は滑空することにより、大気圏に再突入し、世界中の通常の滑走路へ着陸できる能力を、 持つ予定である。ドリームチェイサーは NASA の HL-20 に使用されたリフティングボディの設計の成果を取り入れている。エンジンには2機のハイブリッドロケットを採用する予定であったが2014年夏にこの計画を変更し液体推進系に変更することに変更された。ハイブリッドモーターは毎回交換する必要があるため再使用型機では 液体エンジンよりも高くなるとの判断であった。ドリームチェイサーカーゴシステムは ISS への無人物資補給ミッション CRS-2 に採用された補給線形の機体構成である。ドリームチェイサー本体に加え、後部に装着されるカーゴモジュールから構成される。カーゴモジュールは、余圧区画と非用圧区画を有しており、最大5 5 0 0ラムの物資を ISS に 届けることができる。打ち上げには、アトラス V ロケットが想定されているが、翼が折りたたみ可能となっており、アリアンゴなど、他のロケットでの打ち上げも可能としている。ドリームチェイサーは、ドラゴン宇宙船と同様、地球に帰還するタイプの輸送機であるため、ISS からの物資回収能力も併せ持つ。一方で、帰還時に受ける加速度は、最大でも1、5G ほどであり、 これは既存のカプセル型の宇宙船にはない特徴である。以下の企業が技術協力に参加している。生命維持装置の開発では、オーシャニリングやパラゴンスペースデベロップメントの参加が見込まれる。ありがとうございます。